こんにちは、あるいはこんばんは、ユアンド委員長です。はい、今日ね、これはね、もう毎回もうほんとさ、なんだろうって状態。今今日がね、9月の5日なんですけど、9月の2日に投稿した動画、まあ要は土曜日ですよ、土曜日に投稿した動画って、ボキボキ施術が多いわけですよね、うちは。それを昨日かな、9月の4日ですかね、にコメントが来たわけですよ。院長にやってもらおうと思うと、どこのお店に行けばいいですかみたいな。その2日前、8月31日の動画で、指名は受けてないっていうことを2日前に動画で出てるんですよ。これどうしたらいいの？ボキボキ整体を見て興味を湧く、まあ、その興味を湧いてもらいたい、お店を知ってもらいたいっていうのももちろんあるので、見てもらえる動画っていうのももちろん投稿するわけですよ。で、それはまあわかるかと思うんですけど、じゃあその施術をかけてたら僕にやってもらいたいと、まあそれもまあわかるんですけど、なぜ調べないんだろうか、本当にわからない。はい、概要欄も一切見ない。で、挙句ですね、気の利いた方がですね、院長にやってもらえませんよっていうコメントを入れてくれたんですね。そしたら、そうなんですか、弟子は下手くそそうじゃないですかと、お前絶対来んなよマジで、おめみてえなやつが一番できんだよ本当に、気持ち悪い、ほんと気持ち悪い、こういうの、いやーマジで気持ち悪いこれと思って。ありえる、来たいって言ったやつが弟子が下手くそそうじゃないですかと。まあさ、ハンドルネームだからさ、実際に予約取られちゃったらわかんないけど、大体ですね、ユアンドって何の店なの、美容整体院なんですよ。こういう人って何しに来たいんですか、ボキボキされたいだけじゃないですか。だから目的ないんだよ、何かの不調を、ただそのアジャスト系のね、ボキボキする施術で改善するしてほしいんだと言うんだったらまだわかるけど、何もないじゃん。そんでうちのスタッフディスってさ、なんなんこいつ、気持ち悪いよ本当に。2日前の動画も何も見ないし、これだからどうしようかなと思って、だからこの動画をボキボキ整体のアジャスト系っていうのは概要欄に必ずなんかポソポソと概要欄に文言書いてますけど、まあそうじゃなくて、まずこれを一番最初に貼ろうかなと。はい、ユアンドの院長は指名を受けていないという、何でも言ってる、これつい本当についその動画の2日前に出してる。俺こういうのはマジでゴミみたいなやつだと思う本当に。で、1回やって以降できん、2000万だけ取るよ。うん、それでよければやるよ。うん、もう本当にマジで腹立つねこれ、貼ってほしい、やりたくなったね。もう指名を受けてませんって理由も散々言ってるし、その何も見ないんだなってこと。そしてあとね、これ一回ね、サブちゃんのコミュニティの方にも貼ろうかなって思ってるんだけど、コメントってもちろんありがたいんですよ、動画にコメントいただけるんで。まあそのコメントするような内容の動画は出てないって言えば出てないですけど、ちゃんと見てはいるんだけど、返信しませんよっていうのはすごい前からこう言ってるじゃない。もうさ、わかりますよ、思ったからやるって。いやもうサブちゃんやって、それもうわかるやん。ユアンド TV のさらに粗雑なゴミのような動画です、編集すらしない予定のサブチャンネルです、書いてあるやん。サブチャンにコメント来ても返しませんっていうのはサブチャンなんで言ってるんだけど、首が動かないですみたいな。で、住所を書いてる人いた、大丈夫かこれと思って。で、それもちろん返信しないじゃん。そしたら治療を受けたいです。いや治療っつうのは病院なんだよな、整体師の施術者は治療って単語使ってはいけないので。そんなに切羽詰まってて、しかもさ関西の人なんでね、どう思うこれ、俺コメント欲しい本当。サブちゃんはコメントはありがたくコメントいただき、そして全てのコメントに目を通してますけど、返信はする余裕がないです。で、メインチャンネルのコメントに関しても、動画投稿から24時間以内のコメントに対しては返信するんですけど、それ以降はもうキリがないので返信はないと。で、僕が返信したコメントにコメント返しなどされても、もうそこから先はもう本当に終わらないやり取りがあるのがもう一番億劫なんですよ。前にそういう嫌な目にあったことがあって、なのでもう一回こっきり
返信は。で、もし言いたいなかったら、次の動画にコメント書いてくれるなり、まあ、マシュマロで質問投げてくれるなり、あの、ツイッターの DM も開放しているので、何かどうしても言いたいこととか伝えたいことがあるんだったら、まあ、そちらにやってくださいみたいな感じです。誰かが返信してくれてたんだね、これ。院長はやりませんよっていう。びっくりしたわ。今見たら、弟子は下手くそそうじゃないですか。久々に、これやべえやつだな、これは。何を基準にどうしていいのかが正直わからない。ブロックしたところで、正直何のダメージもないんですよ。相手って。ただコメント書き込めなくなるだけなんで。一切見れなくなるんだったらね、意味あるし、例えば俺がなんかの希望としては、叩いたり炎上したりとかこう、するじゃないですか。まあ僕じゃなくてもね。その人を、こう、本当の意味でブロックした場合、ブロックされた人は、今後、人のどのチャンネルにもコメント書けなくなんないかなと思うんですよ。まあ、それでも新しくアカウント作れば、別にいくらでも、何度でもできると思うけど、それでもそのめんどくささ。で、Google のアカウントも1個作ると1年作れないから、もちろん作り方いろいろありますけどね。そういうさ、こう手間をかけなきゃいけなくなるような状況にしてくれれば、ちょっとは助かるなって思うんだけど、まあそういう対応をね、多分もう何千件何万件って来てるだろうから、結構さ、こういう活動をして、普通の生態処理は多分、ムカついてることはムカついてるって正面にこうパッて出して言う方だけど、それでも抑えてる方なんですよ、これで。もうちょっとね、こう、動画を投稿してる側に対して攻撃力が欲しいなっていうのが正直思ってるところですね。はい。なので、まあ、ボキボキ動画を見て、施術受けたいなと思っても、僕がやるのは首だけです。いてタイミングが合えば。で、失礼なコメント書いてるやつだって分かった時点で、もう、出禁にします。びっくりしたね。無礼すぎてびっくりした。まあ、返信がないから見てないとでも思ったんだろうけど、コメントっていうのはさ、通知が来るからさ。うん。で、俺、性格上さ、こう、なんかこう、お知らせみたいな。だから、LINE が、こう、既読読んでないやつだと赤の1とかついて、あの数字がついても無理なんで、ここもう性格の話だと思うんだけど、だからもう必ずそれをもうクリアにしたいのね。なんで、必ず見てます。はい。コメントの中で返信とかやり取りがある場合は、通知が来なかったりするんだけど、一応目は全部通してるんですよ。なんでね、さすがこれちょっとムカついたね。なんかちょっと違う内容の動画を撮る予定だったんですけど、それで確認しようと思って見たら、返信があって、さらに返信があって、なんだこいつと思って。まあ、スタッフを固定するやつは俺も許さないんで、まあ僕はもう引退する身だと、そういうふうに思っててほしいということです。はい。だから指名はされても本当に無理で、2000万円なんて価値ないんで、生態に。はい。だから実質断ってるってことです。はい。なんかイベントがない限りは受けないと。こういうやつがいるんだったら、本当なんか、申し訳ないけどね、なんか、委員長の指名権発生するようなイベントやったとしても、男性はもう多分もう今後ないと思う、もうこういうののせいで。結構ありえないもんね。だそういう目的のとか、意識でいるんだなって思っちゃうと、ほんと正直ちょっとあれですね、気持ち悪いっていうか気分悪いですね。はい。で、この動画は一応、そうですね、こう、アジャスト系の動画を見た方へっていうことで、概要欄の最初に、ある動画になるかと思います。いやそのつもりだったけど、まあ本当にこれひどいな、こんなやついるんだなって思いましたね。はい。行ってみたい、受けてみたいね、整体師の弟子をディスって、それでやるとでも思ってんのかもバカ野郎って話だね。はい。ちょっと頭おかしいんだな、これ完全に頭おかしいんじゃなかったら何なのと思っちゃう。はい、ということで。これに関してはね、基本一切ブレないし、何年も、指名は受けてませんので、はい。実質僕はもう幽霊部員みたいなもんですよ。はい。これ以上、忙しくできない状態なんですよ。すでにね。はい。なのでね、これを理解してもらえない人は、もう来なくてよろしいということです。まあ、ほんとね、口の聞き方だけは気をつけろよって話で、人に物頼むとき。はい。もうありえねえから、こんなやつ。はい、ということです。ご視聴ありがとうございました。